生写真、いつかあれが発売されるのでぜひ楽しみにしていてください <laughs>、はい、びっくりした <laughs> なんか男の子より女の子の方がショック受けてるんですね。 プロポーズはどちらかあえっとそうですね私私からはいさせていただきましてその髪形後ろクリップで留めてるだけで <laughs> あれはあの全然 ちょっとあれなんですけど <laughs> ちょっとまだまだなんですけど我慢できなくて解禁してしまったはいお互いをなんて会ってますかえー、私はえゆ、ー、かぴこか面倒くさい時はぴっ <laughs> ピーって呼んでますはい。ピーですピーはどこってピ <laughs> ーはどこにい行くのっていう感じでピって呼んでますはい面倒 <laughs> いときはピって呼んでますねはいあ相手は リカちゃんとかびめちあまとか <laughs> 呼んでますねはい日よびこい。<laughs> もうめんどい時はピー <laughs> ずっとピって呼んでるねピュアって <laughs> そしたら大体マリナとかがあれさっき洗面所にいたけどみたいな感じですねはいこれがら略奪愛というやつで <laughs> マリナからちょっと奪ってしまったんですけど <laughs> <laughs> そうやっぱ小木といえばやっぱ西小木みたいなイメージねあるかと思うんですよ皆さんの中ででもちょっと今回ばかりは。 略奪愛しました。<laughs> はい。ナス。誰ですか、それ。<laughs> 誰ですか、それ。やめてください、そんな知らない人の名前出すの。 でも私が本当に好きなのは悟だから <laughs> 本当に好きなのは悟だから申し訳ないけどあぶこなビジネスですあぶこなって書いてビジネスって呼ぶね <laughs> はい ラブコナって書いてビジネスって呼ぶんですよちょうど四文字だし、はい、ピーは遊びですかいやいやいやだってもうこっちはドレスまで来ちゃってるからね可愛 <laughs> か,かった可愛か,かったよって人 手あげてもらっていいですかと、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 と。 ショックで寝込みます。ぐっすり。<laughs> 田辺先生は田辺先生はあれを見てどう思ったんですか率直な感想を聞かせていただきたいなって思ってやっぱり <laughs> ど,どうするつもりですかニグダム先生は私たちのことを <laughs> どうするつもりなんですか <laughs> ニグダム先生は <laughs> どうにかって <laughs> うんリカ・ユカをど どうするつもりなんですかああやってんなあ。ははっ。率直な感想 <laughs>。ああやってんなーって思ったんだ。うーん、そう、そうか。別にやってないけどね、何にも。私たちは、ただ、ファンのみんなになんか、ちょっと、白いドレス。 花の冠「世界一の愛を誓う」ってやつをやりたかっただけなんですよ。<laughs> ファンの人たちとっていうことでね。なのにやってんなって思ったってことでいいですよね。<laughs> 先生それでいいんですよね。 私たちはファンの皆さんのことを考えたりなんかこうしたら喜んでくれるかなとか楽しんでくれるかなっていうことを考えてそういうふうにあの考えてやったことをあやってんなーで片付けるニグラム先生でいいってことですよね。<laughs> だるがらみ。 だるがらみでしかないけどね、今今私、私にぐらん先生にだるがらみしてるでもそういうことですよねだって「やってんな」ってひどくないですかこんなところでお言われると <laughs> 少しはなんかかわいいなとか <laughs> 思ってくれてもいいんじゃないですかもう アイドルを長年見てきて、アイドルに可愛いっていう感情をもう抱かないかもしれないけれど、やっぱウェディングドレスっていうのは女の子にとって大切なものなんですよ。それをね、ファンの皆さんの前で着るっていうことはやっぱ、それがどれほどこ、この、覚悟を意味するのかっていうことをね、 先生にも分かってほしいんですよ当たり屋ですね当たり屋っていうかまあまあ、うんそうだね、特攻隊長というかなんかなんというか <laughs> だからなんかいや綺麗でしたねとかねお世辞でもお世辞でも嬉しいから。 そうやって言ってくれたらいいのにあーやってんなーって <laughs> ひどいよー<笑><笑><笑>これで先生に泣かされたのはあの2回目ですからね 2g 先生に泣かされた女。 何人、一体何人泣かせたら気が済むの <laughs> 被害者の会作ろう私ニグラム先生の被害者の会泣かされた人集めてまたやってんぞこれ <laughs> ね女の子を泣かせるなんてひどいことですよ 特にアイドルなんてみんなガラスのハートなのに私はねなんか強化ガラスみたいな感じですけど <laughs> 叩いてもなかなか割れない強化ガラスでさえも割ってしまうニグダム先生は本当につらいですもう悲しい精神にくる <laughs> 精神的なあの精神的に追い詰めてくる。 もてあそばれてる。私たち。ドーナツの T シャツ送ったから許して。許した。<laughs> 許したよ。ありがとう、先生。嬉しい。ドーナツの T シャツ。たくさん着るね。<laughs> ありがとう。 先生ありがとうドーナツの T シャツたくさん着ますイェーちょろちょろいな <laughs> <ロ>いや二 <laughs> グラム先生に二グラムとかって言ってますけど私零点一グラムぐらいですからね <laughs>。 はい私は0 1ムですペラッペラッもう湯葉 <laughs> そうってす,すすれるあの湯葉みたいに <laughs> 湯葉とも <laughs> なんか嫌だな湯と思ってなんかなんか嫌だ <laughs> すごく嬉しくない <laughs> みんなはどんな人と結婚したいですか <laughs> みんなの理想を聞かせてほしい 優しくて思いやりがあって寛容な人私のことだ可愛くて優しい子あ私のことだ明るくて元気で愛嬌のある私のことだな私は諦めた、うんま、だそういう人がいてもいいよね今の彼女と結婚してけっ 察知が良くて賢い子あリカのことだな。おしめんがいい。それはどのおしめんですか。優しくて可愛いあ私だな。価値観が合う。価値観ね価値観はちょっとわからないな。みんなの価値観がどんなもんか。ナンボロンじゃ。って感じだから。 価値観てめえが合わせろやってる感じだからちょっと分かんない <laughs> うん優しくて寛容とは <laughs> えそうだよもうみんなはもう私あれですよ尻にすらしかないもうみんなはコースター見てもうコップの上にしコップの。 下に敷かれる運知りなんてもったいないからねうんみんなはコースターみんなはコースターだよ今日からこうター <laughs> そう あっでもみんなからの愛が足りないからそういうふうになんかみんなからの愛がもう少しあれば私もあの精神面体力面どちらも共に健康的にいられると思うんですけど。 やっぱみんなからの最近愛が足りなくて悲しいんですなんでかっていうとなんか2回目のことを本当に考えてくれてるのかなって少し思うことがあってだってお話し会もね全然会いに来てくれないしなんか直接会わないと意味がないって思ったり。 ししてるる人いいかもしれないけどでも会えない間直接会えない間お話し会で私はみんなのことを知りたいしみんなとちゃんとえっとみんなが理科のことをちゃんと考えてくれてるよっていう気持ちをね受け取らないとなんかどんどんこう精神的に。 こうううわわっってなっちゃうわけですよだから例えばこの間みたいになんかすごく緊張するお仕事がありますとかすごく大きなステージが今後控えていますとかそういう時にみんなの,あのパワーがやっぱりないとなんかでもみんなが待ってるから頑張ろうとかすごい緊張したり。 うまくできないかもしれないって思っててもみんながこれを楽しみにしてるとかみんなが見てくれるって思うから頑張れるのに悲しいです。 笑いいなががら話してるのが怖い <laughs> じゃあこの顔で話せばいいですかみんなが私のことをそういうふうにないがしろにしてる期間なんかたくさんいるからいっかとか俺以外にもしてる人いるからいっかとかそういうふうな気持ち をなんか私にも見えるように出してくるのって本当に傷つくからやめてほしいんですよねだからなんかどうせ俺が行かなくてもとかそんなふうに思ってる人たちはやっぱりなんかちょっと私とは価値観が合わないです。 <laughs> って言うと怖いかなと思って笑顔で喋ってるのに笑顔やめてって言われたからさっきみたいなこうやって喋ることになるからだから <laughs> 私はね笑顔でそうみんなに配信しようって思ってたのにもうでも <laughs>。 でもばっかりで申し訳ないんだけど結構ね最近気づいたことがある私やっぱ切り替え早いんですよね切り替え早いからあそうだそうこの間配信で言ったんですけど今日はサインを書きますあの皆さんあの本当に私のために頑張ってくださってる方にちょっと最近恩返し 名前を呼ぶことでしかできてなかったので。あの、皆さんから。あの、すごく。いろいろ。あの、誕生日とかで。いただいたりもしたので。そのお礼で。今日は。えっ、ー、と、サインを書きます。はい。その。 心が神ですわこれうさちゃんハートっていうのみんなも使って。 こあのこの親指のところがあの顎で <laughs> 顎でこうやってや、親指のところが耳でうさぎのでここがハート顔隠すのも可愛いよこうやってうさちゃんハートこれを立てる親指を立てるのがポイントじゃ カイドウの動でも飲んでプリクラ撮るときとかグッズと一緒に撮るときとか使ってよパタファイ今日は今までのどんな君より美しい白い羽で 羽ばたいてく幸せとともに、君は今近い愛する人のそばで。みんなはウェディングソングといえば何ですか。やっぱキャユセイプレイ。 can't kiss me tonight.we will love long, long time. 永遠なんて永遠っていう言葉なんて 家族に「いつか父さんみたいに大きな背中で」「いつか母さんみたいに静かな優しさで」「どんなことも越えてゆける家族になろうよ」 ュースボアのメリクリーずっとずっとそばにいてなんだっけノリでああれなんかちょっといい感じやん嫌相性あっちゃう感じやん客観的に見ておにゃんやん <laughs> 趣味と顔 好きな音楽似てるやん。まんざらでもない顔しているやん。あれなんかちょっといい感じやん。それ相性あっちゃう感じやん。やっぱり出会いって奇跡やん。運命とか信じるタイプやろうちが取り持ってあげる。愛とか恋とかそういうの。 すっ飛ばして直感で動いてみたらええやんちょっとだけひんやかしてみてもいいからキス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  <laughs> あ、はい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 愛を込めてほらたまを大げさだけど受け取って 夢なんて、気がないって。え。さくらんぼって、結婚式なの。笑顔さく。君、いと。幸せの空。

パン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 って言ってそしたらこっちの人とこうやってタイミング合わせてグって開ける「新シノシップ再入場でーす!」って,ってまあ嘘みたいに拍手する <laughs> そう胸より上でサービスの基本ですね <laughs> おめでとうございます <laughs> そうもう嘘みたいにもうびっくりもう相手が引くぐらいに喜んで拍手する <laughs> バイト経験が <laughs> 懐かしかったあのー、私たちが。 あのプリンセス体験みたいなの,でき,るのってできたのってあの銀座にあるなんだっけなセントラファエル協会みたいなところなんですねカフェなんですけどあのもともと式場っていうか披露宴会場とチャペルが一緒になってるところで。 本当に結婚式とかもできるんだけどそういうなんかブライダルフェアとはまた違うカフェみたいなのもやっててそうだからなんかそこでできるんですけどそうカフェ。 体験できるんですよだからあの、まあ、都内とか近郊に住んでる方は是非行ってみてください <laughs> でもあの予約制なので予約してちゃんと行ってください、ね、でもドレス着れてですっごい美味しいアフタヌーンもできて、まあ、今度インスタに「明日かな 明日とかでインスタあげるけどカフェねなんかおいしいメニューとかもちゃんとあってそういうのもあるしプリンセス体験もできるしもう本当に一石二鳥みたいなあのこれ PR だと思われてるけど全然違くて <laughs> 普通に私がインスタで見つけてこれいいなと思ってでなんかゆかちゃんがやっぱ卒業しちゃうじゃないですか。だからその前に 思い出作りたかったしなんかゆかびのドレス着てるとこ見たかったから <laughs> 完全に私に付き合わせた感じだったんですけど一緒にいてくれましたね。 ちあお仕事じゃなないですよ <laughs> なんかそう思われる書き方だったよねちょっと反省するわ違うよちゃんとねあの、ちゃんと違うから自分で見つけていってるところなので全然あの、PR とかそういうことではないですあヴィレッジさんも全然 PR とかじゃなくて普通に私がインスタで見つけていっていいなと思ったから紹介してるだけ。<laughs> だ PR だったら PR ってつけるから大丈夫。<laughs> そう。ドレスどれにするか悩んであのね大体えっと白が白のウェディングドレスが4着5着ぐらいあってカラードレスも6着ぐらいあってその中から選んだんですけどリカは。 あのなんだろう顔がでかいから <laughs> 顔がでかいのコンプレックスなんですけど顔がでかくて肩幅がすごく狭いから余計に顔ででかく見えるんですけど、いつもだから私はあんまノースリーブ着たくないんですけど今日はまとめてるから着てる <laughs> なんか髪の毛ま,まとめてないでもわーってなって肩見えなくなって余計に顔がでかく見える。で だから顔でかいのコンプレックスだからふんわりしたやつが着たいなって思ってふんわりしたのを探してたらあのドレスがあったから私はこれにするってそれにしたんですけどなんか本当はピンクとかもあったけどカラードレスはなんか割とミニ丈だけど衣装で着れちゃったりとかしてなんか。 みんなから見て変わり映えないかなと思ったから <laughs> 白にしました <laughs> はいサイズが大きそうに見えたあちょっとねこの胴回りとかが 大きくてアンピンで止めてます <laughs> アンピンで止めていいですかって言われどうぞーユーカピも細すぎて二 <laughs> 人ともアンピンで止めてた後ろいやユカピがもう桁違いに細すぎるんですよ私だから隣並びたくないのマジで <laughs> マジであいつ顔もちっちゃければ体の線も細くて もう本当に私は割とわがままボディーなので最近最近ほら見て最近ちょっとわがままボディーだからねゆかちゃん顔こんなんだよね最初見た時私顔ちっちゃいと思ってもうなんか。 これぐらい顔ちっちゃくないと <laughs> 芸能人になれないんだって錯覚したからそれぐらいなんかやっぱ富山とかに住んでると芸能人とかに会う機会って全然ないんですよだけど新潟に来て最初 NGT でゆかちゃん見た時にうわぁ顔ちっちゃと思って私なんか骨とか削らないとこのまま活動していけないわと思って <laughs> 思ってたぐらい っちゃいなと思ってでも私割となんかその顔のパーツが全部でかいから口も鼻も目もだから <laughs> 耳だだけちっちっゃいんですよねだからあのなんとかその成り立ってはいるんだけどでもやっぱたまに小顔矯正みたいな,なんかマッサージみたいな行かないとちょっとなんか大事な仕事の前は必ず行ってます。はい <laughs> お金に余裕がある時は言ってますね <laughs> うんちなみにリカちゃんも顔いや顔でかいですもう本当に顔でかいそう 骨削りたい <laughs> 骨削りたいんですよね最近。<laughs> 味噌がたくさん入って でも私気付いたことがあるんですけど多分私は頭いいです <laughs> あの <laughs> 頭いいです私多分ですけどなんか考えすぎちゃうことあるじゃないですかその時にこんなに考えなくてもいいんじゃねってたまに思うんですよ自分でも。 その考えに至るのって至れるのってやっぱそこまでの配慮というかなんかその思考が巡ってるっていうことがやっぱ褒めたたえるべきことで <laughs> なんかこうなっちゃったらどうしようとかでも全部マイナスなんですけどでもそれって頭いいから多分出てくんだなと思ってだから頭いいんだなって思いました。あその 基礎学力的ななもものはないですよ、もちろん勉強嫌いだったので <laughs> ね <laughs> 水平リーベー僕からしたらよく分からん」みたいなやつも <laughs> あの全然分からないですけど数学もあと地理も弱いですけどでもやっぱその自分で考えること 思考を巡らせることに関しては割と得意なんだなって思いました語彙力あるよね語彙力はないです語彙力ないです私あのたまに言葉が詰まるんですよねこれを言い表したいと聞いてどれが一番正解なんだろうと思ったらいっぱい出てきて分かんなくなって <laughs> だからなんかうん。 日本語ってすごく難しくておもろい言い方したいなって思ったらいくらでも難しい言い方ってたくさんあるんですよ。ちょっとみんなが知ってるか知らないかぐらいの言葉を出すとなんかおもろいって思ってもらえたりとかここでその言葉使うんだみたいなそのギャップでみんな笑ってくれたりするから私は。 すごい使ったりするけどでもなんか本当はその表現じゃないかもって思って自信なくなって使えなくなっちゃったりとかない例えばさ なんか、「怒り」っていう感情でなんか「何々なので私は憤っています」「憤怒しています」とかなんかいろいろ言い方あるじゃん「怒り狂っています」とか「<laughs> おこだお」とかいろいろ言い方あるけどどれが一番おもろいんだろう あ、そうそうフンヌ <laughs> とかなんかあとなんだっけなんかもう一個見つけたんだよな私「怒り」という感情で調べてたんだよこの前漢字「怒り」ってだけであそうそう「腹たが「にえ」繰り返るとかさ <laughs> その表現だけで言えばすごくたくさん出てくるけどなんかそれをあの何て言ったらいいんですか <laughs> そのおもろく伝えたい時ないそういう時にあどれがおもろいかなって思ったらマジふんぬだったらちょっとなんか。 若い言葉と難しい言葉使ってておもろいかなとか非常におこですとかね <laughs> 逆で言えばだから何かそういうのを考えてると。 あの会話終わっちゃってたりするんだよね。だから、言葉出てこないの。で <laughs>、なんか、これはボキャインと言っても過言ではない。それは味わい深い。 探求してるいや私日本語好きなんです,すごい調べるんですよ。なんか軽薄とか薄情同じ意味じゃん。軽卒も、まあ、似たような意味じゃん。あとはなんだそういうなんか。 感じおもろいよね <laughs> でもなんか一番日本人が知ってても使わなそうな言葉をチョイスするのが私は好きで <laughs> よくやってるんですけど。 そもそも出てこないよりは、いやいやでも結局言葉にしてないから、ってことは出てないのと一緒なんだよ。言葉にしないと伝わらないからね。第二の忖度をぜひ見つけてください。忖度、忖度って遠慮とかそっち系だよね。 とか,なん,か <laughs> なんだっけ?「う」し「う」「う」「りう」「りう」「しています」みたいな,なんかなあったよねなんだっけねあ、あっ「憂慮」だ「憂慮」「憂慮しています」とかあのだから なんか例えばなんか「体調悪いので少し遅れる」みたいな「体調悪いからちょっと遅れるかも」みたいな友達が言った時になんか「それはとても憂慮」みたいな <laughs> ことを <laughs> なんか言ったりすると「ないそれ」って返されるんだけど。 だからね、周りがね追いついてくれないのよ私にで <laughs> もうね私頭いいんだと思う <laughs>、ね、なんかでもう追いついてくれないのほんとにんか「何それ」とか「なんて言った今」とかって言われるの怖くて言えないんだけど言いたいんだよね「こんな日本語知ってるよ」ってこうマウント取れる人でいたいから <laughs> <laughs> すごい面倒くさいんだけどでも分かってもらえないの若い子と話したりとかなんかもう「ノエ」とか「リガ喋っててな何それ」みたいな感じで言われるのねそれだと話のさ腰折っちゃうじゃんそれがすごく嫌で「うん、ごめん何でもない」って<笑><笑>言うしかないじゃん だからこれを世間では「キャという <laughs> あごめんなんではないってこう伝えるのを諦める「ボケ品陰キャ <laughs> 私のことですはいえだからね人といるの疲れるんだよなんか いるからにはおもろいこと言って笑かそうとするやん人といるからには、まあ、それってなんかどうなんっていうなんか,おもなんかす先に行き過ぎてて「何?」って「え今今何て言った?」って言われるのが怖くて言えない <laughs> そうそう。 なんか、漫画の展開で言うなんかこういうやつじゃんとかもなんか伝わる人には伝わるのほんとになんか同じ文化で生きてきた人にはだけど伝わらない人にはほんとに伝わらなくてそう。 だからやっぱり私は頭がいいんだって思いました <laughs> 思ってしまった <laughs> なんか簡単な言葉に直すのも難しいし、ね、なんか今更ここまで出ちゃった言葉をさ 噛み砕いてもう一度伝えなきゃいけない人と一緒にいるのって疲れるじゃないですか <laughs> いや本当に <laughs> これは本当伝わる人にだけ伝わればいいと思って喋ってるんだけど今もそういう人ねたまにあの会う人はいる なんか例えばとっさにこう話しててさ「えドッペルゲンガーじゃない?」とかって言った時に「何それドッペルゲンガー今の子知らないんだよそんな言葉も知らないの?」って <laughs> よくやってられるね人間って <laughs> 思って下に見てるけど <laughs> そういうのが態度に出ちゃうから嫌われるんだと思う。 <laughs> そうそうそうドッペルゲンガー知らないなんか「この前めっちゃ似た人がいたの!」って言ってなんか駅でね3回ぐらいすれ違ったんだけど絶対あの人だったけどね違ったんだよねみたいな話があって「ドッペルゲンガーじゃない?」って言れて「ドッペルゲンガー知らないの?」 はあ、みたいな言われていやいやいや本当に知らないんだなぁと思ってバカだなぁと思って <laughs> バカだなと思って話して「ああ知らないなら大丈夫」って言ったけどうん。 そう今の子はそんな言葉も知らないんですよねそれがなんかちょっともう本当に無理だった <laughs>、うんうね、若い子ちょっと無理ですね。とかあとはまあ 例えば「一撃必殺」のやつやんとかそういうなんかツッコミをしたくてもそのポケモン知ってる人だったら分かるけどポケモン知らない人って伝わらないじゃないですか <laughs> なんか難しいよね。うん、流星群やん、とか <laughs>。 <laughs> 一撃必殺やんって言ったらなんかそうやって返してほしいの「流星群ね」とか「絶対零度ね」とか <laughs>。うん。 でもこういうマイナーワードを知ってるのが世間では陰キャとされるから私はきっとそれでしかもその相手に配慮をするがゆえに言えないからボケひ陰キャに入るんですよどう頑張っても、は。い そうなんか「ええ理科言ってきてよ」みたいな言って「え今 MP 足りてない」って言っても誰も分かってくれないから <laughs> だから会話が成り立つのあぐらいなんですよね <laughs> ちょっと今 MP 足りてないか無理とか「ちょっと HP 切れそう」とか。 伝わるろあ,あいうぐらいなんかとか そういういい人ってななんんでで伝わらないんですかね「なんか弟とめっちゃ喧嘩したんだよね」って言って「スマブラだった」って言ってそれって大乱闘だったっていう意味なんですけど「<laughs> スマブラだったうんスマブラはしてない」って言われて「いやいやそういうことじゃなくて」<laughs> ってなって <laughs>「通じない!」ってなる、うん。だから頭悪い人って嫌い。 <laughs> ちょっとわかるじゃんちょっと回せばわかるじゃん頭をだからスバブラだったらマジで。

要求高すぎでもその次元で会話できるマジああいうぐらいなんだってだからああいうも実は地頭いいのかもしれない64だったらすまごめん64世代ではないからわからない。 だってあれでしょあの上下とかあんま分かんないやつでしょなんか四角とか丸とか×とかじゃないやつでしょ分かんない DS 世代 d s v 世代なんですいません q <laughs> 7はやっぱ DSDS DS ライト 3DS 世代なんで。 いいやいやゲーム用語に限らずね普通に普通の日本語でも通じないんですよね今の子たちは楽しくないでもそれがなんかジェネギャってわけでもないのだって別に今だって使うじゃんそのドッペルゲンガーとかさななん、なんか使うじゃん 知らないのみたいなそうあっちょっと待って54分だ間違えた53分だった 作り始めよう私のサインをえっ聞いてくださいあの生写真今月のやつも漏れてるんですよあのガネかけてるんです珍しくメガネ女子なのでぜひ見てやってください買わなくてもいいので見るだけでも はい。ちょっと待ってね。誰かさランキングスクショして送ってくれないかな。<laughs> 誰かランキングスクショして送ってくれないかな。はいここで確定します。これで確定しますので七位から一位の方に。 はい送りりまましたありがとうございますじゃあこれでストーリー更新するので見てくださいよかったらはい血を読み上げようかな7位が横浜のおじんおおじんすお,おじんさんえー、6位がぐーのねもでねえぜさんえー 5位がフッカーさんゲンがゴーちゃん3位がステラさん2位がモ1位がブリブリさんブリブリ星さんでしたありがとうございましたすごいみんなたくさんありがとね配信ありがとういえいえこちらこそ皆さんも素敵な <laughs> あの明日もきっといい日になるよねハム太郎。